トライクーショット、こんにちは、妄想の中の人パナエと DX です。ということで今日はね、はい、アニメの中で、はい、出てくる謎ですかね。そうです、を解くと、はい、ゲットできる可能性のある、はい、フェンリル X、はい、フェンリル X を使ってみた、はい、使ってみたいと思います。これ何、これこれ何、チェーンですね。はい、はい、フェンリルこうなってるから、はい、では行きましょう、はい、フェンリル X を使ってみたいと思います。はい、じゃあスタートお願いします。スタート。さあ、なんかもう絵が全然違いますね。すごい、口ワーって、うわー開いて、ちょっとじゃあ見てみますね、はい、ステータス。はい、アンチワープ、ゲージでアンチダメージボール、はい、うん、パワー型、パワー型流暢コンボ、方面18度。はい、ではお願いします。はい、では放っていきます。火属性ですよね。そうです、フェンリルは光属性だったのに、はい、おお、結構強そう、パワー型だから、はい、はぁ、ちょっとじゃあフェンリル X に当てます。はい、フォーミング出てるよ、やっぱり火だよ、やっぱり火だよ結構今飛んでいきましたね、はい、もう一回やってみます。じゃあちょっと当てます。うん、結構な数出る。そうですね、ホーミング18ですね、ホーミング18です。すごい、もう一回当てます。出てるよ、すごい、いいですね、効率がいい、ね、うん、みんなに飛んでいって、はい、いい。さあ、アンチワープ、アンチダメージボールなので、すごい自由ですね、はい、このフィールドで怖くないね。さあ、ではストライクショットいきたいと思います。はい、敵にバウンドする方に赤い炎章に放つ、ではゴーしてお願いします。ゴー、 OK、 じゃあまっすぐ上にいけ、おお、135万、おお、すごい、何個当たったんだろう。はい、結構当たったね。当たりました。ちょっと見直してみましょう。さあ、はい、来ました、打ちますよ。わかった、12、3回、ドドドドンドドドドンドドドドドンってなってました。うっそ8回くらいかと思ったんだけどすごい、なんかドドドドンってなってました。でもかなりここで、はい、カカカカカしてましたね、しましたね、はい、でかなり放ってましたね、敵に当たるために出てたんで、いやいいですね、はい、はい、ではステータス詳細いきましょい。さあ、ではステータスこちらになります。はい、結構フェンリルと似てますよね、うん、うんうん、似通ってはいるけど、じゃあポイントお願いします。はい、じゃんじゃん、バウンドするごとに炎が出るストライクショットね、ここがフェンリルと違いますよね。はい、フェンリル X らしさみたいなところがあって、うん、火属性なんでね、はい、そこもかなりフェンリルと違う点かなと。はい、違いがですね、はい、パワー型だし、そうですね、うん、そして、はい、アニメのキャラがゲーム内に登場。フェンリル X アニメに出てくるんですよね。そうなんですよ、一番最初レン君がバーンと襲われるので、うんうん、襲われるやつ、はい、でってことはアニメの中から何かこう謎なりヒントなりを得て辿ってゲーム内でゲットできるかもしれないっていうことですね。はい、そこは皆さんちょっと頑張ってみてください。はい、はい、でフェンリル X なんか行けそうなステージだとどこら辺がありそうかな。今メデューサに行きましたよね。はい、あとはアンチダメージオール、アンチワープだと、うーん、普通にアンチダメージオールって考えて火属性なんで、はい、火属性、はい、で行くとあそこかな、 PCG さん、PCG さん、うん、パソコン、そう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 、バーってなってるやつですね。結構ダメージオール出るじゃないですか。はい、出ます、めっちゃビューってすぐバーって出ますよねあそこ結構使えそうだなっていうのと、はい、あとアンチワープで行くと、はい、ヨシノブ結構ワープいっぱい出て、うん、翻弄されちゃうとグリーンリドラ倒せなかったりするので、うん、あその辺でも使えるかなと。あともし超絶に行くなら、はい、
イザナギですね。イザナギ、うん、ダメージボールとワープ両方出るので使えるかもと、はい、いった感じですかね。超絶に、うん、はい、いければね、はい、という感じでフェンリル X となっております。はい、皆さんゲットしたでしょうか。ぜひ使ってみてください。ということでフェンリル X 使ってみたでした。オラゴンと鎖ということで皆さんバイバイ。ご視聴ありがとうございます。モンスト公式チャンネルを登録されていない方はぜひ登録をお願いします。スマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録をお願いいたします。またモンストアニメの公式チャンネルもあるので概要欄からチェックしてみてください。パソコンよりご覧の方はこの画面の上にあるボタンから登録をお願いします。では引き続きよろしくお願いします。バイバイ。